えー、こんにちは。黒田孝介です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、リズムの用語。まあ、セッションで使うリズム用語ですね。えー、セッションでやったときに、この後に、こう、いろいろ言われる言葉。例えば、リズムが浅いとか、リズムが深いとか、え、リズムがトップだとか、ボトムだとか、まあ、走る、もたる、まあ、レードバック。まあ、この辺の意味の違いですね。あと、えー、ブレイクとかピックアップ、そして、アウフタクト、えー、バイテン、ハーフのリズム、 ポリ,リズム、イタルダント。どれもまあ、聞いたこともあるけど、よくわからない、みたいなところがあるかもしれないので、えこの辺やおぼ、しっかり覚えておきましょうえ。特に浅いとか深いとか、トップ、ボトムっていうのは、非常にこう、ジャズとか、こう、ブラック、えー、ミュージックやるときに非常に大事な、えー、ものになってきますので、ここはちょっと図解で説明してみました。それでは始めていきましょう。はい。 まあ、リズムがですね、このようにあったとして、こう、えー、表拍がこうやってあるじゃないですか。で、こういうところの、ここの、ここのタイミングのことをジャストと僕は呼んでるんですね。まあ、皆さんそうですね。頭の中になってるメトロノームっていうのは、これはもう均等なんですよ。ね。で、まあ、これに対して、これより少し前に叩いたり、これより少し後ろに叩いたりすることによって、こう、ビートっていうのできてくるんですね。そうすると、こう、ジャストのタイミングに対して、それより少し前に演奏すると、リズムがトップにある。 トップとボトムですね。だからこう、競争とかしてるときに、えー、まあ要はトップランナーっていうのが、で、ボトムっていうのは一番低い後ろのランナーなので、だからトップとボトムなので、えー、前に行ってるか後ろに行ってるかってことですね。前を走ってるか後ろを走ってるかっていう意味ですね。で、えー、 even っていうのがリズムがこう、ワンツー w o t h r e ってある中で、one, ン n d two, and three, and ちょうど真ん中のとこ、ここ even と言います。で、これはまあ跳ねてないリズムっていうんですが、えっと、これに対して、こう、ワンエン n d エンスイ n d three, and f o エンスイ d one, 前がどんどん長くなっていくと、そうするとリズムが深くなるというんですね、こういうね。 これまたちょっと深いっていうのはまたドラムでやってる動画ちょっと今週あげようかなと思ってるので、ターカターカ。これまあ前からいろんな動画で説明していることですがね。いろんなアプローチでやると急にふっとこう、あ、わかったってなる人もいるので、今いろんなアプローチでまあドラムでは解説してますが。で、この、ここが長ければ、ワンエンツーエンスリエンフォーエン、ワンエンツエンスリエンフォーエン、スッ深く感じないですかここが。 one, and, two, and, three, and, four, and, one, and, two, and, three, and, four, and, 回転していく感じになるんだけど、これが後ろに行けば行くほど、深いリズムと言います。ねで、こう、ここの頭のリズムより超えちゃうと、これはもう、え表吐く。 になっちゃうからね。だけど、これも、例えば2拍ずつで撮ったりとかすると、またこれもあった、デクスタ号の答え方みたいなのがあるんですけど、まあ、ということでですね、まあ、バウンスするリズムの場合は、リズムが深いとか浅いとか、というふうに言っていきます。これがですね、イーブンでもですね、こういう深いとか浅いとかがあるんですね。これはまたちょっと、えー、例えば、えー、こう、最近だとオフィシャルヒゲダンデリズムの、えー I、love とか、ああもすごくこう、 なんかこう、溜まってて。例えばタオブパワーのヒファッツヒップとかそうですが、リズム体はイーブンでやってるけど、歌は弾むっていう。そうすると、どこの位置にみんないるのかっていうところをちゃんと理解するってことですね。そこを狙えるかどうかってことですね。 はい。走るとか、もたるですね。走るっていうのは、この線よりも間隔が短くなっていくわけですよ。だから、どん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 こう、走るっていうのはもう、これが、これ自体が短くなっちゃうのね。だから、みんなとタイムが合ってないってことなんで、これはもうずれるしかないんですよ。で、さっき言ったみたいな、トップとかボトムこれ分かってるけど、これより少し前に吹いたり、これより後ろに引いたりすることによって、トップとかボトムってやる。もたるっていうのは、遅くなるっていう、もた、もたもたするの意味だから、えっ、ー、と、こう、もたっていくっていうのは、この、これがこう、 遅れていくわけですね。だから要はこの感覚が広くなっていってしまうと、これも要はアンサンブルとしては成り立たなくなってしまうんですね。 レイドバックっていうのがあります。レイ、まあ、レイっていうのはこう、寝かせるという意味こう、後ろにこう、寝かせるみたいな。リズムが後ろにこう、もたれかかるみたいな感じなんですけど、これ、レイドバックと言います。だから、ワン、エン、ツー、エン、スイー、エン、フォー、エンっていう風にある中で、さっき言ったみたいにこう、スイングする。バウンスするリズムというのは、ワン、エン、ツー、エン、スイー、エン、フォー、エンってやるんですけど、これに対して、表拍が後ろにこう、もたれかかってくると、ワン、エン、ツー、エン、スイー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、ツスイー、エン、フォー、エンってこう、 バラバラバディバラっていうのをパパ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 っていう風にこう溜めて持たれかかるとこっちが早く聞こえてメロディが後ろに聞こえてすごくこうお互いスイングもしてすごくいい感じの形のここをリズムのポケットと言うんですがこういうところにはまるこれをレードバックと言いますがレードバック自体はフレーズ自体が実際にこの線よりも広くなってって持たったとしてももうこれもレードバックになりますでどっかで修正すればいいみたいな感じ だから歌ってどちらかというと僕の考えですよ。僕の考えですけど、歌は走られるよりはもたられた方がいいんですよ。リズムはまだ進んでいけるからね。走られるとリズムはもうついていくしかないんで、戻られるとそう大きく歌ってもらって、もう完全にリズムがこれとずれたとしても、でもまたこうリズムを聴いて戻ってきてくれれば全然大丈夫。 これね昔ねタイガー大越さんっていうねあのバークリーのトランペッターの,の先生なんですけど僕大越さんとはもう非常に昔からのお付き合いなんですけど本当に素晴らしくてで彼と一緒にこう えー、クリニックをやった時に彼はずっと足をこうやって踏んでるんですけど、もう全然違うリズムがものすごく遅く歌うんですけど、ずっと足はキープしてるんですね。あこんなに遅く歌ってもキープできるんだと思って、こういうこう感覚なんですね。だからキープできていた上でものすごく後ろに引っ張れるのは全然大丈夫ってことなんですね。なのでこういうのはレイドバックと言います。ただ関係なく遅くなってしまうのはモータールで。関係なく速くなってしまうのはこうこれ、このリズムよりもこうずれてしまうのは、えー、走るということになります。 ブレイクとピックアップですね。ブレイクっていうのはリズム体が伴奏が、まあ演奏を止めて空白を作り出すことをブレイクと僕はまあ考えていますで。タチェット、タセットとかタチェットっていうんですけど、という表記をしているものがあります。後で出しますね。で、これはラテン語で音や声を出さないという意味だそうです。なので、そういうこう、えー、こういうタチェットって書いてあるとリズムが止まるとかね。で、ピックアップはその空白をソリストやメロディーが埋めること。パダー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 ダダ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  リズムはブレイク、リズムはタチェットしてるけど、メロディーはそこを間を埋めるってこのこれをピックアップと言います。ちなみに、どうでもいい話です。グランドポーズって GP って書いてあって、で、グランドポーズって、まあ、グランドだから全員、全員がポーズで止まるこれあんまこんな表記ないんですけど、で、GP って書いてあったらしくて、譜面にね。で、あの、僕の大尊敬する、えー、大阪のドラムの東アライティアさんがこう、リハーサルでね、GP のところでドラムをブワー叩くんですって。 そしたら、先輩が、お、リキアお前、それグランドポーズ言ってそこ止まるんや、言ったら、あ、すいません。グランプリやと思って思いっきり叩きました。ってこれ、グランプリやと思っても、思いっきり叩くっていう発想が、もうリキアさん最高ですよね。えー、こうグランドポーズでみんな止まってるのに、あ、ここはドラムがグランプリやから叩かないが、みたいなね。いや、素晴らしいですね。もう本当にね、そういうドラマーには胸がキュンとしますね。 はい。こういう感じですね。タチェットって書いてあるのは、こういうところですね。これで、1、2、3、4、ここの頭には音がないっていうところがいいですね。これ僕、あのー、表タチェットって僕勝手に自分で名前つけて読んでます。表の時に音がない方がいい。 頭ジャーンって伸ばして、これ投げるっていう、こういうのを投げると言いますが、いつもバーンって投げてしまって、そうそうここアクセントつくでしょ。でもここに、例えばアコースティックギターとかがパッて浮き上がりたいときは、こういうときは、えー、え頭で立ち合っしし、音が頭のときには全部消えてるっていう、こういう効果ですね。 頭でドンって短く止めるときもある。これもブレーク。これも、えー、ブレークタチェットですね。これもクラッシュで、えー。このブレークに近いですね。まあ、ブレークっていうのは音を止めるって感じだから、ジャーンって投げる感じ。これもまあブレークの一つですが。よくだから、えー、っと、ここのブレークって投げていいのとか、ここのブレークはあの止めていいのとか、頭も完全に音がなくていいのっていうのは僕はよく確認します。 はい。アウフタクトってやつですね。アウフタクトっていうのは、タクトっていうのはこの指揮者の指揮棒のことをタクトと言います。なので、えー、アウフっていうのはその上っていう意味なので、タクトが上に上がってる時、せーの。 の時に音がダラララララじゃんっていう風になるっていうイメージですねで。脅迫弱迫っていうのがあります。脅迫っていうのは表拍、弱拍は裏拍っていう、まあ僕は認識なんですけど、これ相対的なもんだと僕は思ってるんですね。だから13がよく脅迫って覚えてて、24が弱拍。1 a 2 and 3. 弱く強く感じてる拍のことを脅迫。 脅迫の白がちゃうわ。えー、これ、白はこっちの白ね。で、脅迫と、これすげえな。<laughs> 弱白ね。お前、お前みたいな感じですね。止まらんかいみたいな感じですかね。えー、脅迫ですが。脅迫と弱白ね。で、ここ、ここが脅迫で弱白。でも、この裏、ここが脅迫って考えたらこの八分の裏は弱白っていうふうにも考えるわけですよ。だから、一小節になると、一拍目が脅迫で、あとは全部弱白って考える。ほ相対的なものね。だから、僕がよく解説するのは、 ワンツースリーフォーって演奏してるかワンツーって数えて数字のところが強迫で。例えば演奏中に one, a n ーエン o and, three, って半分で感じてるときは、2と4が弱迫になってるってことですね。で、強く感じてる迫ね。だから3拍子とかだったら、ワンツースリーワンツースリーっていう風にカウントすると入れないでしょ。one, two, three, one, ってことは、一拍目は強く感じてる。one, two, three, そう弱い拍にアクセントがあると、次の 安定した強い拍に行きたくなるから、音楽は推進するっていう意味なのね。だから、演奏、ジャズの演奏は弱拍にアクセントを置くっていう話ね。2、1、2、1 2、2、置くとリズムが進んでいく。で、コードは強拍に置いた方がいい。だから、たま、ま前に一回生徒がね、言ってたんだけど、えっ、ー、と、ジャズって弱拍のビートなのなんでコードは1、3拍で変わるんですかコードは1、3拍変わったのビートが押すから、だから進んでいくっていうふうに僕は説明しますね。 で、ジャッキーっていうのは、これアオフタクト。え、要は、弱い拍で起きてくるっていうことですね。だから、うッババ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 みたいな。こういうのか、たうん、バババって、こういう、こういうのをアオフタクトとかジャッキーと言います。 こういうね、みんながブレイクしてるところに、こう、ボンって、裏、裏から起きて入ってくるってことですね。でこういうのを、ここを埋めることを、えー、ピックアップと言いますね。ピックアップブレイクって言って、ここでブレイクしたら、ギターがピックアップでアドリブ始めてってことは、ギターは 1, 2, 3,、ワン、ツー、スリー、フ例えば2小節とか詰まってると、ワン、ツー、スリー、フツー、ツー、スリー、フギターじゃなくて、ワン、ツー、スリー、トララ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 という風に弾いてほしいってことですね。だから、えー、こういうのをピックアップで埋めてねっていうか、こうギターピックアップだからブレイクするよねってなると。 これ表ですねでず。こうやって表で書いてあっても4裏で止まって頭タチェットにしても構わないし、えー、これジャーンって投げてもまあなんとかなるんですよ。ね。と、えー、いうことなんですが、まあそこら辺細かいところを置いたとしてもこういう風な表記で、まあ要はアレンジ的にこうやって書いてあったら1の頭でドンって短く音で止まってほしいということですね。で、ここのピックアップっていうのをこう浮き立たせたいということです。 売倍点とハーフのテンポ。倍のフィールのテンポってことですね。だから、倍のフィールってことは、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー。これが倍ですで。ハーフってのは、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、ワン、ツーっていうことなんですね。ただ、これすごい、これ前にもね、コメントで書いていただいたんですけど、えー、これ、逆転する発想で、音化が倍っていうこともあるんですよ。意味が逆になるんですね。音化っていうのはですね、一小節のを四つに、 割るのが四分音符で四つ分けるクォーターノートって言うんですけど、二分音符はハーフノートね。一小節半分ずつ。ってことは、全音符は、こう、えぇ、ー、400メーターになるわけでしょってことは、音の価値っていうか、音の長さっていうのは、えー、こっちの方が音価が高いわけですね。音価が大きいとか、音価が高いと言いますね。で、こう、こっちは、その逆に短い、八分、八つに割るから50メーターとか25メーター、音価が低くなるわけですね。ってことは、えっ、ー、と、なんていうのが、倍で取るってなると、えっ、ー、と、 テンポが倍にはなるけど、音化は半分になっちゃうわけですよ。ね。で、音化を倍にすると、こうなるんで、だからこう倍で撮ってっていうふうに言われると、倍のリズムで撮るっていうか、大きく撮ってって聞こえることもあるんですよ。だから音化を倍に撮ってっていうふうに言うこともあるんで、結構ここはね、あの、 4倍速になっちゃうね。だからこう、なんていうの半分になった人と倍になった人、本当にテンポが倍になった人と、ね、ね、あの、入れ違うと、なんかぐしゃーってなることがよくあって、で、でリハーサルでこう、倍に取るっていう時は結構確認しますね。えっと、ヒーロー倍にとってこのリズムでいいのとかえ、ずた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 のこのテンポが倍になる形でいいのっていう形になることが多いです。これ両方言う人いるんですよね。なんで、その、その時はちょっと確認しなきゃいけないってことですね。 ポリリズム。ポリリズムは、ま、ああの、まあ、これだけで、ま、あ一日ぐらい喋れるかなと思うんですけど、ポリっていうのは複数のリズムが、ま、あ同時にな二て、三連とか、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、エンダー、ツー、エンダー、ワン、エンダー、ツー、エンダーっていうふうに、二と三が同時に流れる。こういうのポリリズムという。ヘミオロ、タバダバダ、タバダバダ、タバダバダ、タバダ,バダ、タッチャーンみたいな、この四拍子の上に三のフレーズが、 乗ってくるっていうのはこういうのヘミオラっていう風に言ったりしますし、これもポリリズムの一つですよね。束ねてるリズムっていうか、複数のリズムが同時に流れてるってことなので、こういうのポリリズム。あの、僕はあの、パフィームのポリリズムの解説してますけど、あれなんかはだから、ポーリリズムが5拍子で、で、 えっと、キーボードがジャジャジャッジャジャって3拍子側にいて、で、ドラムは4拍子でいて、3と4と5が同時になってて、行き違いになって、ずれていくけどまた合ってくるっていうふうな形になってるんですが、そういうふうにわざと作られてますね。中田康隆天才ですね。やはい。リタルダントですね。これはリットというふうに言ったりします。このね、こういうマークで出てくるのに、リットって言ったりします。リタルダントと書きますが、えっ、ー、と、リ、 リットは、まあ、レイトの意味ですね。遅れてくる時間的に遅くなるっていう意味があるんですね。で、フェルマータっていうのは、これはあの、イタリアでもフェルマータって書いてある。えー、こう、バス停にフェルマータって書いてある。停留所っていう意味なんですよ。だから、フェルマータがあると自動的にリットがかかるとか、リットとフェルマータって比較的セットって出てくることが多いんですね。で、停留所っていう意味なんで、要は、要はバス停の意味なんで、フェルマータの一番典型的な例っていうのは、 ハッピーバースデーというですねハッピーバースデーになんとかじゃーんでゆっくりなってて止まって で、いつ発信するのっていうのは、その場の雰囲気でね、どんな人が乗ったり、こう出たりとかして、こうバステットなって、ハーッピーバースって、誰かがこう、ハーッピーバースって言ったら、ああ、じゃあ動くよって感じなのね。で、フェルマータで実際こう演奏が終わっても、まあ僕が、僕の理解してるのは、それで一曲目が終わって、次の曲が始まるまで待ってるっていうイメージなのかなっていうふうに僕は思ってるんですが、曲で一番最後の音がフェルマータになっている方はそこで停止するってことね。まあ最終。 バステになるかもしれないけどね。エルマータがあると自動的にリットがかかる。で、フェルマータかかっててもリットがかからないことがある。ね。うん。僕よく、あの、秋田新司君がね、あの、使ってて、人、人情リットって言って言いますけどね。ほんのちょっとだけリントする。こう、き、きょリットみたいな感じの人情リットっていう風に勝手に呼んでますから。こうね。 んってかかる。みたいなリットのことを言います。ゆっくりなっていくリットとね、あの、ある、ありますが、それは場合によって空気で読んでいきますね。ここら辺ね。で、インテンポ、アテンポっていう、アテンポっていうのが多分、あの、イタリアの用語だと思うんですが、元の、元のテンポに戻るということですね。この辺ぐらいまでを覚えておけば、まあ、 だいたいリズム的なものでよく出てくるちょっと抽象的で分かりにくいのを解説しましたが、また分からないことあったらね、コメントなんかに書いていただけると、またなんか第2弾作ろうかなとは思ってます。なんか、えー、やっぱりね、こう、分かってるでちゃんと分かってないと、なんかこう、やっぱ行き違って、こうトラブルになることもあるので、ただリズムは相対的なものですよね。まあ人間関係と一緒です。速いとか遅いとか、もたるとか、その、あれっていうのは、 結局、多数決になっちゃうんで、全員がちょっとずつ縮んでいってたら、ドラムがキープしてても、お前を持たるって言われるわけですよ。だから、まあ、どっかで折り合いつけるしかないんですよね。だから、走るからいけないのかって言ったら、走った方が興奮するんですよ、人間的は。だから、指揮者がいればわざとそうね、走らせるわけでしょこうやってみんなでこうやって走っていくわけでしょ。ところが、インテンポの音楽になると、こう、走っていくことが悪徳みたいに考えられるんですけど、走るってことは興奮するからお客さんも乗るんですよ。だから、 意図的に走ることもやっぱありますしね。で、もたらせた方が、やっぱバラードなんかもたった方が、こう、どんどん人情が深まっていくんで、全然、ね、いい話なんですよ。だから、どっちがいいっていうことではなくて、その音楽観で、要は、まあ、その全、みんなとの関係でやっていくので、まあ、突っ込んでるとか、えっ、ー、と、突っ込んでるとか、トップとか、ボトムとかっていう話をしてるね。突っ込むってさっき言わなかったかな。突っ込むっていうのは、要は、トップのことですね。 突っ込んだって、まあ、イメージ的に突っ込んだりとか、えー、後ろにレードバックしたりとかっていうのも、これはも、要は、みんな相対的なもんで、相手にがこの幅でやってたら、自分がそれよりも前縮んでいくと突っ込んだ感じになるし、それより広がっていくともたった感じになるっていうことですね。リットも、その、その、だんだん遅くなるんだけど、だんだんっていうのはどうのまあ、相対的なもんですかね。こういうことですね。 えー、僕が大好きなポールモチアンの演奏をね、彼の晩年の頃に見に行ったんですけど、ドラムの演奏だから、リーダーだからさ、さぞかしさ、こう、めちゃくちゃキメのいっぱいある、テンポの速い曲ばっかりかなと思ったら、全曲ルバートなんですよ。すげえなと。全曲だから、ほぼほぼ適当にリットして、適当にこう、そところが、こう、もう7小節とか8小節前から急にドラムが変なリズムが始まるんですよ。 そうすると、そのサックスはそのまま全然フレーズ変えないんだけど、発祥説明のところにピタッてがったりとかすると、何これみたいな。だから、その縦軸で見ると全然みんな合ってないんだけど、よ、大きな横軸で見るとものすごい合ってるみたいなね、すっごい不思議な演奏でしたね。で、ああいうお客さんもね、ィレッジヴァンガードの演奏だったんだけど、お客さんも2、30人入ってたのかなで、終わった後にね、このおばさまがね、 結構なおばさんがですよ。で、こう、ミュージシャンにかけて、あそこのあの曲のあの感じってすごい良かったわ、みたいなお話をしてて、めちゃくちゃ音楽レベル高えなと思って、こんなミュージシャンが見てても半分果てなのに、なんかこう、感じるんでしょうね。だからそういう街なんだなと思って。だからそういう、こう、こういう難しい音楽をこうめでる感じっていうのが、こんなに、まあね、観光地で、まあジャズっていうのはこう、 要は、いわゆるミュージカルを見た後みんなそこ見に行くっていう空気じゃないですか。だから、まあ、わかるっちゃわかるんですけど、人がいるっていうのはわかるんですけど、こんなに深くね、理解してくれる人がいるんだったら、ミュージシャンも本望だなって、本当に思います。だから、そういう、こう、文化圏っていうか、ジャズをこう、聞く、こう、なんていうの、その、文化みたいなのがね、やっぱ日本にぜひ根付いていただけるとね、ジャズに限らずクラシックとか、なんかこう、 要は、ポップスの分かりやすいのも楽しいんだけど、こういう複雑で難しい音楽を、こういう、なんかこう、お酒を飲みながら、こう、聴きながら、深く感動するっていう人が、えー、たくさん出てくると、本当に日本って変わっていくんじゃないかなって、ちょっと思ったりしますね。もうこれはあた、あ、僕の考えですからね。 まあ、だいぶはしょりました。え、僕はしょる人なんで、え、基本的にはしょる人ですから、えー、はしょ、はしょりすぎとか言って書かれても、はしょる人にはしょるからって言われてもね、あの、なんか、タモリさんにグラサンって言ってるのと一緒ですからね、えー、はしょる人です。はしょる人です。だからね、その、全部きっちり覚えなくていいんですよ。覚えれるところから覚えていって、間を埋めていく。間は自分が勝手に、人間ってこう、ほ補完能力があるんで、ね、あの、 漫画とかあって1巻とか7巻とかあると、間埋めたくなるんですよ。だから、骨格の面白いところだけ端折って説明したら、あとは個人がやればいい。全部埋めるのを人に頼んでたら、これはダメですよ。ね。こう、というところで。えー、ただ、まあ、あの、わからないとかできる限りお答えしたい。私のできる限りお答えしたいと思ってますので、いつでもご質問とかください。それでは本日は以上でございます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした